それでは今日のゲームをハイライトでお届けします。ライオンズの先発、交流戦から先発のマウンドに上がっている平井です。藤野さん、まず平井に関しては立ち上がりいかがでしたか？いや、良かったですよ。変化球もね、しっかりと抑えられてましたからね。ランナー出しながらも三振でしのいで、この回ゼロでの立ち上がりです。一方の山本由伸、切り替えると初回からボール来てましたね。来てましたね。甘いボールもあったんですけどもね、捉えきれなかったっていうところありましたよね。立ち上がりはまっすぐで押してきて、ホブレイクに対してはフォークでの空振り三振、こちらも三者凡退、素晴らしい立ち上がりになりました。ゲーム3回です。ツーアウトから宗の連日のヒット、状態良さそうですよね。そうですね、もう上がってきてますよね。ただその後、今日は平井がこの辺りからランナー出しながらもしのぎましたね。そうですね、吉田選手がもうちょっと今日はタイミング合ってませんでしたね。結果的には吉田正尚はね、ライオンズバッテリーを抑えるという今日の一日でした。そして山本由伸であったり、いろんなボールを使いながらライオンとしても狙いは絞っていったとは思うんですけどね。いましたけど捉えきれなかったのはね、ありますよね。まあ、いろんなボールでストライクも取れていたという山本由伸です。そしてゲームが動いたのは中盤の5回です。ツーアウト、ワンアウトランナー二塁一塁から2番の宗、連日のタイムリーになりました。なかなかお互いに点が取れていない中、山本由伸もこの1点が大きかったという話をしています。そんな甘いボールじゃなかったですよね。上手に打ちましたよね。ただ平井はその後踏ん張りましたね。踏ん張りましたね。このショートゴロも大きかったですよね。吉田正尚、内野ゴロで抑えて、さらにその後4番の杉本も抑えます。結果的には平井は今日は5回1失点でした。平井のパスでした。いや、ナイスボールですね。粘りながらね、球数ちょっと増えましたけれども、なんとかね、1点でしのいで頑張りましたよね。そしてライオンズからすると、今日唯一のランナーがこの5回でした。ツーアウトからこの先に対してストレートのフォアボール、さらにこの先の盗塁で、ここチャンスは作ってますね。これチャンス作れましたね。ここでまあ1本出ればね、なかなか難しい話なんですけども、まあ、また展開変わってたと思いますね。長い勝負になりましたが、粘った平沼、最後は変化球での空振りの三振です。山本由伸がここはピンチをしのぎます。7回です。ライオンズ継投に入って本田圭佑、二塁一塁となったところで3番手の佐々木が入って、ここ左バッター2人しっかり抑えましたね。抑えましたね。ストレートも押してね、抑えました。今ブルペンの中でもね、左が1人だけという中で、佐々木がここは見事な継投、ナイスピッチングを見せました。追加点を許さず。ライオンズからすると、なんとかピッチャー陣に援護点を上げたいところですが、7回です。終盤に入ってから山本由伸、いかがでしたか？変化球、フォーク系ですね、本当に高めに浮かなかったので、やっぱり打つのに苦しみましたよね。源田、オグレディ、さらには4番の山川、ランナーが出せません。連続三振でこの回ゼロで抑えます、山本由伸。8回です。ライオンズ4番手で水上をマウンドに上げます。ワンアウトからこのマッカーシーのスリーベースが効きましたね。このね、ちょっとフェンス沿いのね、ボールの処理がちょっと誤ったかなと見えたんですけどね、これがまたあらればですけど、ツーベースならこの1点はなかったのかなというふうには思いますね。中川がここはきっちりと犠牲フライを打ち上げて、バファローズに追加点に入ります。これで2点目。援護点をさらにもらった山本由伸が、もうずっと終盤にかけても躍動を続けましたね。この辺からは本当にもうちょっと打てるボールがなかったかもしれませんね。積極的にスイングを仕掛けていきましたが、栗山、外崎、平沼と倒れて、ライオンズこの回も三者凡退。2対0のまま最終9回に入っていきます。山本由伸、フォアボールの1人だけ。ノーヒットで9回のマウンドに初めて上がります。代打、ウィレンティン、ここはファーストゴロ。3-1の連係もきっちり来てましたね。次のね、森選手のね、アウトローのストレートはもう、これを9回投げられたら、まだね、本当にできないですよね。コントロールも球威も最高のまま、最後のバッター。川越ファーストゴロで抑えて、山本由由伸がメイクホームラン達成、史上86人目、97度目の快挙ということになりました。プロ野球通算27度目のノーヒットノーラン達成です。ということで、山本由伸の今日はナイスピッチング、ライオンズ打線が抑えられたゲームということになりました。